九州北部を襲った豪雨で、これまでに32人が死亡しました。依然14人の安否が分かっていません。福岡県朝倉市では、昨日新たに身元不明の女性の遺体が見つかりました。また4人の遺体の身元が分かりました。これで福岡、大分両県で死者は32人になり、14人の安否が分かっていません。朝倉市では世界的登山家の野口健さんらが避難所を訪れ、インターネットなどを通じて全国から集めた支援物資を届けました。物資がだんだん集まってくるので、はい、あとはその避難所の中のクオリティをね、はい、もしどういうクオリティにしていくかということをやりたいな、はい、野口さんらはすでに2回支援物資を届けていて、今後は避難所の環境の改善やプライバシーの確保が課題だと話しています。